ちょっとさ、はい、サブチャンネル撮っていいですか。はい。じゃあ目塞いでください。はい、待って。ちょっとそしたらティッシュ買おう。ティッシュ。ん？ティッシュ。絶対目つぶせ。100万かかってるから今日。うん、頑張ろう。いや、すごい。何買おうかな。じゃあ100万払う可能性があるってこと、あなたが。どういうこと。何されるのか分かんないけど、大体今日はね、これをね、買ってきたんですよ。まだダメ。まだ全然ダメ。これこれね、関東じゃなかなか手に入らないです。これはエビを使ってないらしいんですよ、このエビフライは、うん、まあこれを、そのカンタがね、エビ今食べらんないから探そうと思ったんだけど、ふとちょっと思ったのが、うん、エビとこれ見分けつかなかった場合、彼100万円払うことになるの。それやばいだろ。やってることこちらですね。どういうこと。これがお惣菜コーナーのやつで、いや間違ってる。これがほぼエビフライ、同じ。これが冷凍食品のやつ、これですね。意外と分かんないんじゃないかな。目開けて。はい。おお、なかなかむずいでしょ、こう言われた。1個だけ食べれます。いや絶対これじゃん。じゃあこれでいいですか。だって一番左でいいですか。いや分かんないよそんな。いやもうこれはもう違うって思ってるってこと。それは絶対エビでしょ。でもカニカマってカニよりもカニだよ。いや、むずいな、その例え。似せて作ってたら、うん、これが偽物なんだよ、うん、その抵抗してた場合ね。確かにね、確かにね、うん、でも当然のようにクオリティ低い場合はこれなんだよ、うん、本当に分かんないな。でも色で言ったらこいつだけ違うんだよね。確かにな。もう本当に分かんない。え、むず。え、でもエビの味すんの。食ったけど海鮮の風味はする。ああ、まあでも直感でやっぱこいつがエビじゃない。いいですか。いや絶対そうでしょ。100万円かけますか。じゃあ、いやかけません。これでいいですか。じゃあこれ絶対これ、それがエビじゃない。エビじゃない。じゃそれは食っても大丈夫ですか。絶対食っても大丈夫。やった、すげえな。ほぼエビフライっていうのがこれ。じゃあこれだったってこと。それが違う。おい。やべえじゃん。これ食ってみる。一個。あるよ。あるから向こう。美味しいよ普通に。ああ、全然違え。全然違うぞ。なんて言って売ってんの。ほぼエビフライって言って売ってる。あ、でもああ分かる。俺これ全然いいわ。でしょ。あのプリプリ感がしっかりしてるから、食感と周りの衣がエビフライに似てるらしい、うん、で、エビアレルギーの人がエビフライ食べられなくてかわいそうだからって言ってっていうのもあるらしい。これへえ、めっちゃいい人じゃん。そして安い。3つで200数十円だから、うん、普通のエビフライより安い。あ、いいじゃないですか。美味しいっす。まあエビフライは食べたいですよね。これ食ったところで思い出してしまう、うん、なんなら。まあちょっとあったかくしてみてどうかっていうのもあるし、うん、あ、てんやのね、タレを買ってきたんですよ、帰りに。おう、だからちょっと、今度作るわ。あ、ぜひぜひ。てんやの、てんやの天丼を再現するわ、今度。俺に優しすぎじゃない。100万ちょうだい。なんて。ということで、はい、以上、今日の水溜りボンドでした。ありがとうございました。ありがとう。オッケー。